ラモン・アン・ヘル・ディアスは、アルゼンチン、ラ・リオハ出身の元同国代表のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。1979年、U-20 アルゼンチン代表の一員として、ワールドユース選手権で、大会特定王に輝き、最優秀選手に選ばれたディエゴ・マラドーナと共に、チームを優勝に導く立役者となる。 この活躍が認められ、翌1979年9月12日の西ドイツ戦でフル代表デビューを果たし、1980年12月16日、スイス戦でフル代表初ゴールを決めた。1982年にはスペインで行われたワールドカップにも出場、ブラジル戦ではゴールを記録。しかし、マラドーナの退場などによりこの試合に敗れ、 チームは二次リーグで姿を消すこととなった。結果的には、これが、ディアスの最後の代表戦となった。代表の決定力不足が指摘され、ディアスの復帰要望が国民から出たこともあったが、結局復帰することはなかった。当時のアルゼンチン代表は、マラドーナを中心としたチーム作りを行っていたため、確執のあったディアスが外されたという説も根強いが、マラドーナは、 著書でそのことを否定、逆に1986年大会、1990年大会のメンバーに呼ぶべきだと代表監督に主張したとしている。クラブでは1982年に SSC ナポリエ移籍、1982年9月26日、US カタンザール戦でセリエ初ゴールを決めた。1983年にはマラドーナと入れ替わるように、 ナポリを離れ、アベリーノに移籍。1986年からはフィオレンティーナでもプレーした。1988から89シーズンからはインテルミラノに移籍。ローターマテウス、アンドレアスブレーメラと共にプレーアルドセレーナとツートップを組み、ディアス自身は12得点を決め、チーム8年ぶりのスクレット獲得に貢献。1989年からは、 アーセン・ベンゲル率いるエース、モナコに移籍、1989から90シーズン、9月22日のボルドー戦で移籍5発ゴールを含む2ゴールを決めるなど、15ゴールを決め、得点ランキング5位となった。1990から91シーズンのクープドゥ、フランス決勝、オリンピックマルセイユ戦では途中出場から、ジェラール・パッシのゴールを、 アシスト1から0と破り優勝に貢献した。1991年からはアルゼンチンのフルスリーベルプレートに復帰20ゴールを決めリーグ得点王を獲得しリーグ優勝に貢献した。1993年に開幕した J リーグにおいて横浜マリノスに在籍。1993年 J リーグ開幕戦となったベルディ・川崎戦で決勝ゴールを決めた。6月26日のジェフ市原戦、6月30日の浦和レッズ戦と J リーグで初めて2試合連続ハットトリックを決め、12月8日の横浜フリューゲルス戦でもハットトリックを決めるなど、32試合で28ゴールを挙げ、J リーグ初代得点王、J リーグベスト11に輝いた。 二年目の1994年も主力として4月13日名古屋グランパス戦でハットトリックを決めるなど年間23ゴールを決める活躍をした。1995年、ホルヘ・ソラーリ新監督と対立し、6試合に出場したのみでチームを退団、そのまま現役を引退することとなった。4月12日の浦和レッズ戦で決めたゴールは、 現役最後のゴールとなった。J リーグでは在籍中、通算4回のハットトリックを達成した。2019年、マリノスが約15年ぶりに J1 優勝を果たすと、自身の SNS 上で古巣を祝福した。引退後には、リーベルプレートの監督に就任、エンツォ・フランチェスコリ、アリエル・オルテガラと共に、リーグ優勝だけでなく、1996年に、 ディーベルに10年ぶりとなるコッパリベルタドーレス優勝。1997年には南米スーパーカップ優勝をもたらした。ホルヘソラーリとは馬が合わなかったディアスだが、ホルヘの老いであるサンティアゴソラーリをデビューさせた。2014年12月4日、パラグアイ代表の監督に就任した。2016年に就任したヒラルでは国内リーグと国王杯で、 優勝、2017年のアジアチャンピオンズリーグでは、チームを決勝に導いたが決勝で裏割れずに、敗れた。2020年11月6日、ブラジルのボタフォゴ FR の監督に就任。だが健康上の問題により、一試合も指揮を取る、ことなく11月27日に退任した。左足の魔術師との異名を取り、彼のほとんどのゴールは、 左足からのシュートによるものであった。クラブ代表個人、ありがとうございます。